今ない〇〇を妄想する M8 招待招待二等兵の友人屋でございます。 T 隊長です。隊長でございます、はい、ストレートエニアグラムタイプ Q 平和をもたらす人平和の人平和の人調停者調停者ということで、はい、今日は隊長のタイプ Q の説明を、はい、思っております、はい、このタイプ Q なんですけども、うん、このエニアグラム実践編によるとですね、うん、タイプ Q の子供時代に遡りますと、うん、この方がですね、自分が前に出て自己主張すると問題を作ってしまう、うんうん、なので自分が邪魔をしなければ家族は大丈夫だろうっていう、その幸せな子供時代を送っていましたっていうタイプ Q は報告するんですけども、うんうん、そうではないことも多いようなんですが、うん、そういう状況でも、うん、タイプ Q の人たちは、うん、自分が手がかからない子供であれば、うん、大丈夫なんだ、うん、っていうことで、うん、溶け込むことを、うん、子供の時代にですね、うん、学ぶんですね、うんうん、そうすることで、うん、受容的、うん、タイプ Q の特徴として、うん、受容的、うん、共感的、うん、で忍耐力を身につけていく、うん、多分一番我慢強い。我慢強い。だけど我慢する自覚はあんまりない。なるほど。で今度このエニアグラム、うん、あなたを知るここのそのタイプ、うん、から、まあ、ちょっとここでタイプ Q の説明をするとですね、うん、離れてしまった、もう自分を溶け込んでしまったっていうところから、まあのんびりしていて控えめなタイプだと、うん、ちょっとディスってますよ。もしくはもう6としてはもうこいつディスりやがってと思っちゃうんですけども、うん、反応しちゃうんですね、うん、あの受容的で人を信頼し安定している、うん、なんで、うん、どんな状況でも人を信頼するんです。人を信頼します、タイプ Q は、うん、で親切でゆったりと構え支えとなる、うん、でだが平和を守るために人に合わせすぎるところがある、うん、その通りです。褒めてないですよってちょっと思っちゃうんですけどまあでもその通りって思うのが Q ですね。でタイプ Q でございます、うん、で自動的で、うん、全てのものに葛藤があって欲しくない、うん、で心を悩ますことはできるだけ過小評価する、うん、まあ、楽観的な感じなんですかね、うん、で受け身になりながら頑固、うんうん、で全てを受け入れる、うん、人をまとめ葛藤を癒すことができるっていうのがタイプ Q、うんうん、この何て言うんでしょう、受動的共感的っていうのはまずも、うん、問題がないように、うん、自分が一人でいればいいみたいな感覚で、うん、一人でいればいいっていうのもあるし、人のあれを受け入れたらいい、で全てを受け入れればトラブルは起こらない、そう、あのぶつからないじゃないですか。で忍耐力がで忍耐力をだから身につけてというか、そう、心が広いんですよ止めのなく広い、止めのなく広くて、こう全部受け入れて、いよいよで心が安定し、うん、親切、うん、なんでまあ受け入れるっていうことは、うん、まあね、理解力も豊かなんです、うん、賢明とも書かれていました、うん、で癒し系ですと、だからこう相手の言ってることを理解しようとするんですよね、はい、でこうよくこう二等兵と話してると、はい、パッて言った時に、いやそれは僕は出ますね、出るじゃないですか、出ますね、出て言います、ね、言わずには折れないで、それがない、なんか誰かが何か言ったら、あ、そういう考え方もあるな、でそれの真逆の意見もあるじゃないですか、はい、ありますね、あ、その考え方をする人もいるな、受け入れるそう、受け僕はそれは受け入れられないんですけど、このでもこう真逆の考え方が2つあるじゃないですか、はい、そうするとトラブルが起こるじゃないですか、はい、それをなんとかトラブル起こらないようにしたいなって思うんですよ、そうのようなタイプがタイプ Q でございます、うん、なのでこのエニアグラムでパートナー探しという本にはですね、調和して生きていきたいと、で他人と交わりたいという思いがあり、その対立を避けたいという欲求に動かされている、なのでエニアグラムの全タイプの中で他のタイプと同化しやすいっていう指摘はこちらの本にも書かれていて、なのでタイプ1にも見え、タイプ2にも見え、3にもなれ、4にもなれ、そのエニアグラムの頂点として君臨しているが、うん、最もタイプがないのがタイプ Q です、うんうん、そう頂点でありながら、
溶け込んでいくので、はい、多分1の人と一緒にいると1の考え方になっていくみたいな。なるほど1に寄り添っていくんです。なるほど。で3の人だったら3に寄り添っていくみたいな。6の人と言うと6に寄り添っていく。でここのこが対立すると、うん、まあまあ、まあまあ、話を聞いて話を聞いてっていう、うん、でそこのこうどこで要はこうトラブルが嫌なんですよ。で調和をもたらす。調和をでなんとか調和させたいっていう思いがあるから、この人とこの人がトラブってると間に入って仲裁とかしたくなるんですよ、うんうん、でこれは本能センターなので、うん、あの本能センターということは、うん、今を心地よく、そう今を心地よく、今が不快か快適かっていう、そうそう、でそこにその不快か快適かっていうのが多分平和かどうかみたいな、はい、こう楽しい、はい、この楽しい空間であるかとか楽しいことができているかとか、自分の快適な空間であるかっていう、 そうでそこにこうちょっと楽しくないようなことをする人がいると、はい、そこをなんとかこううまくなるように その人の意見も取り入れつつ他の人の意見と対立しないように調整しようって頑張るみたいな、うん、僕としては、うん、もう反応の僕としては申し訳ない、うん、だからこう忍耐力がみたいな、忍耐力がある、こう我慢してこうずっと仲裁してるみたいな、ここが安定しているのがタイプ9、うん、タイプ9がそのタイプ8の、うんまあ、ウィングとして触れると、うん、もう一つのサブタイプよりも社交的、うんうん、タイプ8の力強さが入るので、うんうん、このタイプ9の感じの良さと精神的強さが出てきますよと、うん、人の気持ちを聞いて、うん、タイプ8の解決力が出てくるっていうのがこのなんで調停者と本当に、そうそう、だから多分僕はこっちなんですよね。お父さんのタイプ8が入ってるんですかね。そうそう入ってるかもしれない、はい、こっちとこっちで比較するとまあ上側8かなっていう気は、まあ、コンサルティングに優れるとも書いてあります、うん、では人の話を聞いて、うんうん、こうしたらっていうのに優れると、うんうん、だから多分そういろんな考え方が入ってくるんでっていう、多様化多様化って僕言うじゃないですか、はい、多分9だから、もう僕としてはちょっとそれは受け入れられない時はあるんですけどね、はい、そこを受け入れてしまうのが9、タイプ9、うん、1の方に触れると、まあ、夢見る人と書かれたんですけども、うんうん、要はその理想があるんですよ、理想が入ってくるので、うん、それをなんていうのタイプ9の想像力に、うん、今度はそのリアリティが、リアルな理想が、はい、組み合わさることで、うん、この本に書いてあったのは、うん、非言語コミュニケーションが得意、要はそのスポーツ、うんうん、音楽とか、うんうんうん、そういった面に優れますよと、うん、なんでウォルト・ディズニーなんかは9の1と言われます。その自分がボワンと想像したものが体現される、うん、夢を思い続ければ叶うみたいなこと、そうですね、書いてありますよね。スピリチュアル系の人も多いとも書いてありました、うん、でフレンドリー、うん、もう一つのサブタイプよりも控えめですというのがこのウィングが1に触れた人、うんうん、でこのタイプ9もちろん、うん、その温和で穏やかで、うん、忍耐力も強い、うん、もういいじゃんっていう感じなんですけども、もちろんとらわれはあって、うん、怠惰、うん、要はこれはなんか自分の慣れ親しんだパターンに陥り、うん、なんか自分の成長に取り組めないって書いてあったんです、うん、なんであその何もしないっていう怠惰じゃなくて、うん、自分のパターン、そう、うん、とだから自分の理想みたいな自分の心地がいいっていうところにこう、はい、囚われてるんですよね、はいはい、だけどもっとこれを頑張ったらもっと良くなるよ、あるはずですよね、あるはずですよね、はい、もう今が完璧ではないんで、はい、ただでも今のこの慣れ親しんでるところにこだわる傾向があるっていう、でそこから変わろうとしない傾向が動かない今が快適だから、うん、なぜならそこが快適だから、そう動かない、動かない、でなんでこのタイプ9は楽観的、うん、なので基本6からすると、うん、大変じゃんっていうことも、うん、大丈夫って思える、まあ、楽観の人は基本大丈夫と思って自分の不安を隠すみたいなところじゃないですか、見たくないものは見ない、はい、なんで、うん、あのまあ前にもちょっと体調があの体を壊したっていう話を前の動画でもしたんですけども、うんうん、あのちょっと、うん、あの腎臓があまりよろしくない腎臓があまりよろしくないっていう状況でね、うん、僕は多分、うん、もしか体調の立場だったら、うん、これで喋れるかって話ですよね、大丈夫ですよって、大丈夫ですよ、命に関わらない、信じられないっていう、僕の今のこう思いの中で、はい、とりあえず今すぐ腎臓がダメになるわけではない、はい、でダメになったとしても人工透析がある、はい、
ていうレベルなんですよ。なるほど。僕の中ではもう、はあ、うん、もうここまでいったら、うん、死んだも一緒じゃんって、はあってなっちゃうんですね。そう。で、ただ今こう腎臓が悪くなった。はい、で、5年10年は多分持つ。はい、で、まあなるべく長く持たせよう。はいはいはい、10年15年長く持たせようっていうことで、こういろいろ治療をしていくわけじゃないですか。はいはい、食生活気をつけたり。そうですね。そうすれば10年15年は腎臓をこう延命していける。その科学もなんかこっち側で進歩してそうですし。そうそう。でこういろいろ調べたところ、再生医療、再生、あ、 iPS、 iPS、はい、あれが10年後を目標に、2020年代を目標にこう一般化していくみたいな、はいはい、ここで、うん、で今動物リンクするんですね。そう、動物実験とかはある程度成功してるみたいな。で、まあ、あとそこをこう人体にやっていくっていうのにまだハードルがいくつかあるだろうから、今すぐにはダメだけど10年後にはできてるはずだっていう、はい、そうすれば10年腎臓を持たせれば再生できる。これを笑顔で話すのが楽観ですよね、多分、うん、僕だったら多分結構深刻にね、うん、もしかしたら泣きながら話してるかもしれない大丈夫ですよって言われて、うんうん、頑張りますってなって、うん、それにちょっとワクワクしたりするんですよ。やべえ、再生医療みたいな。なんかで、うん、このタイプ9がとらわれると、うん、まさしくタイプ6のマイナス面、うん、不安で疑いを持ち、うん、タイプ9が悲観的になる。そう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 。で怒りに反応し、うん、要は周りの調和がって言ってるタイプ9が周りを非難しだす、うんうん、もうお前らいいわってでいうのがこのタイプ9のとらわれの方向がタイプ6です、うん、なんで大丈夫だよっていうのがタイプ9なのに、うん、大丈夫だよ、本当に大丈夫だから、この本当に大丈夫かな。楽観の人の特徴が大丈夫だよって言って不安を覆い隠すわけじゃないですか、うん、はい、まあこう本能タイプだったら怒りなのかもしれないですけどね。はい、はい、なるほどなんでタイプ9は一番怒ってるタイプでもあります。怒ってるタイプ、本能タイプセンターなので、うんうん、はい、だけど旧タイプの中で一番怒りっていう感情が良くないと思ってるタイプ、こう平和であることが大事ですね。この矛盾を抱えてるわけですね。そう、これがあるから多分平和なんですよ。怒りが最大に強いから平和であろうと、はい、なるほど、無意識にこう隠そうとしてるっていう、はい、なのでこう、まあ、楽観タイプの人はそうやって不安とか怒りとかを楽観的に解決しよう、はいはいはい、解決しようというか抑え、解決しないかもしれない見ないようにしてる、はいはい、だけどこれ多分いつかそのうち溢れるんですよ。自然の時ともともに解決していく問題も多分時間がねあるけど、はいはい、まあ、腐っていく問題もあって、はい、そこがどん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 大きくなっていくとバーンって弾けるわけじゃないですか、はい、で球も、うん、ダーンっていうのがダーンっていうのがただ、ね、そうで、そこの何て言うんですかね、許容範囲が広い分、はい、弾けた時にでかいみたいな。ああ、なるほどそうが、なんでこのタイプ6の、うん、不安が来るんですよ。不安が来る、うん、た時は、まあ、タイプ9の人、うん、多分、まあ、自己診断でタイプ9ですっていう人は少ないかもしれないんですけども、うんうん、まあ、タイプ9だってなってる人は手放しましょうと、うん、そう、不安は手放せと、不安は手放せと、はい、不安が来たら注意しろですよね。そうですね、うん、はい、落ちてる証拠ですよと、うん、所作ですよと、うん、その時はこのタイプ6、9は、うん、統合の方向はタイプ3のプラス面です、うんうん、なんでその慣れ親しんだパターンから出ようとしない、うん、出ようとしないで、それここを努力すればもっといいのがある、まあその、うん、健全に自己主張しましょう、うんうんうん、っていうタイプ3の面をが出てくると、うん、それはもう健全な方向に進んでる証拠ですよと、うん、この新しいことに取り組み出す、新しいことに取り組み出すっていうのもあるし、この自己主張するっていうのがまたちょっと別で、はい、こう基本我慢してるんですよ、はい、基本我慢してる、この人がこうやって言うからもうしょうがない、それやっとけ、この人がこうやって言うからもうやっとけ、はい、でやってけば平和にあると思ってるんですけど、はい、どん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 自分は苦しくなっていくわけじゃないですか。やっぱ自分の意見もあるわけですよね。そうそうそう、気づいてないかもしれないけど、そうそうそう、で要はこう慣れ親しんだパターンを変えたくない、慣れ自分はこういうふうにやりたいという思いがあるんですよね、はい、それが慣れ親しんだパターンもあるし、そこからこうもっと上に行くパターンもあるわけじゃないですか、はいはい、だけどこうトラブルを起こすのが嫌なので、こう誰かから言われたことを取り入れなきゃいけない、はい、ってなるとこう
下方修正じゃないけど慣れ親しんだパターンを解約していくパターンも出てくるわけじゃないですか、はい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 、それでも受け入れてしまうんですよ。なるほど。こうマイナス方向に進むのが分かってるけどトラブルを起こしたくないから分かったやるよって。あ、なるほど。ってなるとこう自分の環境はどん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 苦しくなるわけじゃないですか。まあ、ポテンシャルというかその、うん、もうだんだん下がっていきますね。下がっていく部分もあるじゃないですか。だから本当はこれが快適だと思ってるけどそれを崩してもっと不快なものを作る、相手の意見を受け入れることで不快なものになっていく、けど自分が我慢すればいいんでしょうみたいなっていう、このなんかポテンシャル下がった状態がなんか怠惰っていうのも、うん、要は動きが鈍くなってるっていうことなのかもしれないですね、うん、っていうのもあるのでこうちゃんと自己主張しましょうって。あ、なるほど、うん、その方がいいじゃないですか。だって上がるんだもん。そうですよ。だけどこうトラブルが嫌だからもういいよもう俺我慢してやるからってちょっとひねくれてこう怒りが反応して、なるほど、出てくるわけですね。出てくるわけですよ。でまあなるほど、うん、っていうこのタイプ Q、うん、で まあ、あと一つこう言わないっていうのがあるんですよね。絶対嫌だ、そんなこと絶対やりたくないと思ってるじゃないですか、はい、でやってって言うじゃないですか、はい、分かったとは言わないけど分からやらないとも言わない。書いてありました。沈黙の否定。沈黙の否定。ってこうで向こうはこうあお願いしたと思ってるけど、はい、自分はやるって言ってないから、はい、絶対やらないみたいな。それで状況がどんなに悪くなろうとも俺はやらない、やるって言ってないしみたいな、そんなのねっていうのが頑固なんですよ。一番怒りを抱えて一番頑固でもあると。そう、だから穏やかに見えて結構、まあ、この辺に反応してるところですよね。怒りに反応してる。あ、はい、でその非難するのも有利タイプなんでお前がなみたいな非難はしないんですよ。そうやってこう絶対やらないみたいな黙ってで自分の思いはここにガンとあるみたいな、絶対変えないみたいな。なるほど。なんていうタイプ Q だよねっていうのは、うん、多分人に、人がタイプ Q だよねっていうのはちょっとなかなか長く付き合わないと難しいかもしれないですね。難しいかもしれない。合わせてくる対象どうだったんですか、自分でその、うん、エニアグラムをやるにあたって。僕だから今でもいろんな5人を重ねてきたんですけど、僕でも今でも Q じゃない可能性はあるかなとか思ったりしますよ。なるほど。5とか、あ、有利タイプではあるな。有利タイプではあるかなっていうのはあるし、確かにあのよくここで、うん、あのかまあ、なんか親睦会みたいなのがあっても、うんうん、体調がわーって喋ってる雰囲気じゃないですもん、うんうん、そう、あのいつもの定位置で、いつもの定位置でってなんか食べてる感じで、なんかあの隣の人とかとずっと喋ってるんですよね。あ、そんな感じですね、うん、でなのでパッとこう見て、あ、今日あの人たち気が合いそうだなみたいなところに行って、バーって喋っててみたいな。私はもうそういうところ行くとキョロキョロしてもなんか、うん、誰と話せばいいんだろうな融和タイプなので、うん、読もうとしちゃうんですけど、なのでこう居心地のいい場所を探して歩いてそこにこう定住してるみたいな、はい、だからこう気の合う人とずっと喋ってたりとかっていう、このタイプ Q、うん、このタイプ Q とうまく付き合うにはみたいなものを見ますとですね、うん、このエニアグラムでパートナー探し、うん、参考にしますと、していただける、手伝ってもらえるって頼むと、うん、全然やります、うん、がこれをしなさい、うん、こうすべきだって言うと、うん、しないだからこうこれやってくれるって言われると自分のところに入っていってくれた感じがするじゃないですか。しょうがないなって、そうそう、だから受け入れたい気持ちってタイプ Q ってすごくあると思うんで、はいはい、しょうがないなっていうのが出てくるんですね、うん、そう、親切なもの、親切、はい、だけどこれやれよって言われるとなんでやらなあかんのっていうなんかその圧迫したり、まあ、口まやかましく言うと、うん、犯行に遭うと覚えておきましょう、うん、っていうのが、でそれも直接来ないでね、いややっといてよって言って、ね、終わった後にまだやってないよやるって言ってないもんねっていう、やるって言ってないもんねっていう、 あんたが勝手に言っただけだよねっていう、その頼み方としては、そうそう、期限を決めましょうとも書いてあります。あ、そう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 、はい、いついつまでに、うん、でもあんまり期限を決められるとって思うんですよね。難しいな。だからやれる、あの期限を決めてもらう、はい、あ、いつまでにできますか、これいついつまでにやっといてって言われると今忙しいのになみたいな
こう頑固な部分が出てくる。お願いできるかな、お願いで、いつぐらいまでできますかねって言うと、ああ、そしたらこれぐらいまでにはできるかなって。あ、じゃあそうやっておっしゃ、おっしゃったので、じゃあその日でお願いできますかだと、そう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 、やるしかないですね。やるしかない、はい、でも自分でこうやらせられてないんで、自分でやるって言ってるんで、はい、なるほど。多分でもそれって他のタイプでもそんなもんじゃないですか。いついつまでやる、あ、6話いついつまでやれるって、そこ責任果たさなきゃって思いが、まあ、認められるためにはやらなきゃになりますよね、うん、それは、はい、うん、っていうこのタイプ9、タイプ9、分かりにくいタイプ、そうですね、うん、でこれでちょうど今までで、うん、エニアグラム1から9まで終わったんですけども、うん、この本能のサブタイプっていう、うん、あれです、セクシャル、ソーシャル、ソーシャル、自己保存っていうこの3つの、うん、またこの何て言うんでしょう、本能タイプというんでしょう、うん、まあ、この本能とちょっと分かり、本能センサーの本能と分かりにくくなってしまうんですけど、そうそうそう、本能のサブタイプっていう、うん、サブタイプというのがあって、またこれがその、うん、1から9までで、うん、このサブタイプ、うん、自己保存、うん、社会、ソーシャル、ソーシャル、セクシャル、セクシャル、対人っていうタイプでまた分かれてくるので、うん、また今度はそのタイプ1のまた、じゃあその分かれた時にどんな風なのかっていう話ができればいいなと、うんうんうん、お聞きできればいいかなと思ってます。はい、エニアグラム、うん、おすすめでございます。おすすめです。面白い、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。